世界文化遺産三重塚郡所跡のすぐ近くにあります、ここ佐野常民記念館に先月ドーム型のシアターが設置されました。このシアターは三重塚郡所跡などを CG アニメで紹介します。ドームの直径は6メートル、この中でおよそ5分間の映像が流れます。およそ30人が同時に視聴でき、立体的な迫力ある映像が特徴です。実際に私もシアターに入ってみました。幕末佐賀藩の三重塚郡所やドライドック、日本初の実用蒸気船凌風丸建造の様子を臨場感あふれる映像で紹介しています。唐津市出身のアニメ監督西村淳二さんが監督し、ナレーターはジブリ映画風の谷のナウシカのナウシカ役などで知られる島本澄さんが務めています。実際に映像を見られた方の反応はいかがですか？びっくりされますね。そして、まあ、楽しんだっていうような表情をされますですよね。わずか5分30秒の映像でしたけれども、非常に私としては理解が進んだような感じを受けましてですね、ああ見られてよかったなっていうことですよね。佐賀の歴史をですね、端的に、こう理解をされて、本当に、ここに来て、勉強されてよかったかなっていうふうには私としては思いますね、はい、私も楽しかったですそうですよね楽しかったですよね、はい、はい、本当にですね、またここに来ていただいてですね、楽しんで、歴史を見ていただければいいかなと思います、はい、佐野常民記念館には他にも大型の円形ビジョンやスコープなど三重塚郡所跡を分かりやすく紹介するための映像機器が用意されています。佐野常民記念館の開館時間は午前9時から午後5時まで、月曜日は休館です。360度の画面で自分が映像の中に入り込んだような感覚になりまして、ものすごく迫力を感じました。映像とともに解説もありますので、分かりやすく歴史も学べるんじゃないでしょうか。ぜひ皆さんも見に来てください。